ディスカバリー号で分離された後、軌道を漂う外部燃料タンクスペースシャトル外部燃料タンクはアメリカ合衆国の宇宙船スペースシャトルの燃料の液体水素と酸化剤の液体酸素を搭載する容器である。発射の際には、ここから軌道船の3機のメインエンジンに燃料と酸化剤が送られる。外部燃料タンクは発射からちょうど10分後、 メインエンジンが停止された後に切り離された域圏に突入し、ほとんどの部分が強烈な空気抵抗と熱によって分解、消滅する。固体燃料補助ロケットとは違い、再使用されることはない。燃え残った部分は、船舶の航路からは、離れた、インド洋上に落下する。外部燃料タンクは飛行のたびに、投棄されているが、軌道上で再使用することは可能で、 国際宇宙ステーションの居住区や実験区画に改造したり、火星などへの惑星間飛行をする際の宇宙船の燃料タンクとして利用したり、あるいは軌道上で人工衛星を生存する際の資材として活用するなどの案が出されていた。スペースシャトル1号機はシャトルを構成するパーツの中では最も大きな部分で、また燃料。 酸化剤を搭載した際には、最も重くなる部分でもあり、以下の3つの要素から構成されている。ET は発射の際には、シャトルの背骨となる部分であり、固体燃料補助ロケットや、軌道船をここで支えている。SRB とは、全部接続点及び後部指示張で接続し、軌道船とは、機種部1箇所及び機微部2箇所の支柱で接続している。 また、工部市事業の中には、軌道船との間で、燃料、ガス、電気信号及び電力をやり取りするコードやパイプが、通っている。軌道船と SRB の間で交わされる、電気信号を伝えるケーブルも、この中を通っている。何年間にもわたり、NASA は、全体効率を高めるために、ET の重量削減に取り組んできた。ET の自重を1ポンド減らすごとに、 シャトルの搭載能力も約1ポンド向上すると言われている。初期型の ET は飛行式には標準重量タンクとして知られている。シャトルの最初の2回の飛行では極低温の液体酸素や液体水素が太陽光で温められて蒸発するのを防ぐため全体が白色に塗られたがあまり効果がなかった。そのため製作元のロッキード・マーティン社は STS-3 からは、塗装を廃止し、オレンジ色の断熱材が剥き出しになった。これにより重量はおよそ 272kg、削減された。STS-4 以降は、射仏防止管が取り除かれたことによりさらに、数百ポンド軽量化された。これは、液体酸素の供給管と、並行して設置されている循環ラインで、地上での発射準備作業で、 タンクに液体酸素が注入される際、供給管に溜まったガス化した酸素を除去するためのものである。地上での試験や実際の飛行で得られたデータを分析した結果、煮沸防止管は必要ないと判断され、その後の飛行では廃止されることになった。これにより ET は全長や直径には変更はなかったものの、STS-7 以降では、 乾燥重量が3万5千キログラムになった。組み立て胸に向かう外部燃料タンク STS-6 以降、軽量タンクが導入された。これは空中分解事故を起こした STS-107 までのすべての飛行で使用されたもので、ミッションによってわずかに差はあるものの、乾燥重量は3万キログラムにまで減少した。 標準タンクからの重量の削減は、支持桁や横方向に支える支持リングの数を減らすなど、液体水素タンクの骨組みのほとんどを改良したことによって達成された。また重要な部分は厚みを減らすために切削で加工し、SRB との後部接続部にはより軽量で強度の高いチタン合金を使用するなどの工夫がなされた。 超軽量タンクは1998年の STS-91 で導入され、STS-99 と STS-107 を除く全ての飛行で使用された。SLWT は基本設計は軽量タンクと同じだが、構造の大部分にアルミニウム、リチウム合金を使用している。これにより、軽量タンクに比べて重量を マイナス 3175kg と大幅に削減することに成功したが、製造費は500万ドル、製作期間は4ヶ月も増加してしまった。にもかかわらず、現在では全ての飛行に SLWT が使用されている。なお軽量タンクは現在1機だけ在庫に残っており、要請があればいつでも使用できる状態になっている。 SLWT を導入したことにより、シャトルが国際宇宙ステーションに参加するために要求された、性能向上の50%が達成されたと言われている。外部燃料タンクを乗せてカナベラル港に向かう運搬船 ET 製造の主、契約企業はルイジアナ州ニューオリンズのロッキード・マーティン社である。製造はニューオリンズの未就組立施設で行われ、ケネディ宇宙センターには、 はしけで搬送される。外部燃料タンク解剖図 ET は液体酸素タンク、タンク間構造体、液体水素タンクの3つの大きな部分から構成されている。それぞれのタンクはアルミニウム合金の外角を必要箇所を指示枠で支えることによって作られている。タンク間構造体は指示枠の代わりに表面を桁構造にすることで代用している。 主に使用されているのは、アルミニウムの2195合金と2090合金である。AL2195 は、極低温保存のために、ロッキード・マーティンとレイノルズ社が、共同開発した、アルミニウム・リチウム合金である。また、AL2090 は、アルミニウム・リチウム合金を商用に開発したものである。液体酸素タンクは、前方部に配置されており、 空気抵抗及び空力熱力学的な温度の上昇を防ぐために先端が尖った形状をしている。先端部には取り外し可能な平坦なカバーとノーズコーンが被せられている。ノーズコーンは燃料や電子機器を空気力学的抵抗から保護するための取り外し可能な円錐形の部品で頂点には平い針が取り付けられている。タンクの容積は 圧力22種具、温度摂八182.8度時で559.1立方メートルである。タンク底部には排出口があり、そこから直径4 3 0トルの供給管がメインエンジンまでつながっている。供給管はタンク管構造体の部分で機外に出て、そこから外壁に沿って機動線との右側接続部分の中を通る。液酸の供給量は、 スムが104%の最大出力で稼働している。時点で、毎秒 1264kg で、最大流量は、毎秒1.1099立方メートルである。空気抵抗を除く、液体酸素タンクのすべての負荷は、フランジ加工をされたタンク間構造体に伝えられる。タンク内にはまた、液体の動揺及び渦の発生を抑えるための、そもそも流板が設置されている。 下流抑制板は供給管を覆うように十字型に設置されていて液体酸素の中に渦で気泡が生じることのないようにしている。タンク間構造体は液体酸素タンクと液体水素タンクを構造的に結合する部分である。その主要な機能は固体燃料補助ロケットから水力を受け取り2つのタンクに配分することである。SR b との全部接続部は タンク間構造体上に180度の角度を置いて2箇所設置されている。タンク間構造体を通して量が渡されていて、接続部に機械的に締め付けられている。SRB が燃焼している間はその能力で、量が歪み、負荷が接続部に伝えられる。SRB 接続部には臨場のシュゲタが隣接している。接続部で受け取った負荷はシュゲタに伝えられ、 さらに、そこから、接線方向の力が、タンク間構造体外壁へと分散される。外壁上には、水力パネルと呼ばれる2枚の板があり、SRB から受け取った、軸方向への水力を液体酸素、液体水素タンクや隣接するタンク間、構造体外板へと伝える。これらの外板は、横張りで補強された6枚のパネルから成り立っている。 タンク間構造体は制御機器を格納する保護容器としても機能する。全長21メートル、直径43.18センチメートルの液体酸素供給管がタンク間構造体から出て液体水素タンクの右側外壁に沿って走っている。その横に並んでいる2本の管は直径13センチメートルの最圧管で1本は気化した水素ガスを 再び液体水素タンクに送り込み、もう一本は酸素ガスを液体酸素タンクに送り込むものである。これらは上昇中にタンク内の空洞部分の圧力を一定に保つために使用される。液体水素タンクは ET の底部を構成する部分で全部ドーム、後部ドーム及び4つの円筒によって作られている。円筒部は五本のリング状の桁によって接合されていて、 この桁が負荷を分散する。全部ドームと、そのすぐ下の円筒部を接続する、リング桁は、タンク間構造体から来た力を受け取ると同時に、液体水素タンクとタンク間構造体を接合する、役目も持っている。また最後部のリング桁は、メインエンジンと SRB が発生した水力を、ET と機動線及び、SRB の後部接続部を通して受け取る。 残りの中間の3本のリングベタは、軌道線からの水力及び液体酸素供給管の負荷を受け取る。リング枠に伝わってきたすべての負荷は、そこから ET の表面に分散される。液体水素タンクの溶石は1514.6立方メートルである。前方部と後方部のドームは同じ半球型になっている。 全部ドームには圧力逃がし弁、加圧器、電力供給線などが搭載されていて、後部ドームには液体水素を供給管のフィルターに送り込むための排出口や供給管の支持構造などがある。また、液体水素タンク内にも液体酸素タンクと同じように渦の発生や液体の動揺を抑えるためのそもそも流板が設置されている。下流抑制板は、 後部ドームのすぐ上の吸い上げ管のところに設置されている。液体水素は直径4 5 0ト、mm、ルの管を通り、左側接続部分を経由してメインエンジンに送り込まれる。液体水素の供給量は、すむが104%の最大出力で稼働している。時点で、毎秒2 1 1ラムで、最大流量は、毎秒2.988立方メートルである。 機動線との接続部。左側に液体水素の供給管、右側に液体酸素の供給管が見える。左側バイポッドランプの近接写真 ET の熱、保護系統は、主に表面に塗装された発泡断熱材、および成形された断熱材の断片や加工された気化断熱材によってできている。また空気中の水分が凝結して、 氷となって気体に張り付くことを防ぐために、フェノール樹脂の断熱材も使用されている。液水タンクの断熱材には、剥き出しになった金属部分が氷結したり、極低温の液水に外気の熱が伝わるのを防ぐことが要求されている。これに比して、液酸は、沸点が高いので、アルミニウム製のタンクにはもっぱら空力加熱を防ぐことが要求されている。 また液酸タンクの後部表面の断熱材は空気中の水分が水滴となってタンク間構造体に溜まることも防いでいる。液酸タンクの円筒部と供給管は氷の凝着を予想してそれに十分耐えられるように設計されているが機動船は発射の際の衝撃で落下してくる氷の破片と衝突する危険性は免れない。 熱保護系統の重量は 2188kg である。ET の熱保護系統の開発は最初から問題続きであった。NASA は様々な種類の発泡断熱材を開発したが、シャトルのこれまでの全飛行を通じて上に述べた氷の破片の落下を完全に防ぐことはできなかった。1995年、 環境保護庁の大気浄化法第610条により、トリクロロフルオロメタンの使用が禁止されたため、発泡 CFC の機械による散布塗装は広範な分野で行われなくなった。これに代わって、クロロフルオロカーボンがシャトル計画でも使用されるようになり、CFC の塗装は特定の部分にのみ手で行われるだけになった。その特定の部分の中には、 問題のパルランプやバイポッドランプその他の部分が含まれる。特にバイポッドランプに使用される発泡断熱材については1993年以来全く変わっていない。その他の部分に関しては HCFC141 ビットを含む断熱材が1996年の STS-79 で前方ドームの部分に初めて使用された。 HCFC141 ビットの塗装箇所は、1997年の STS-86 以降 ET の後半な部分に拡大していった。2003年1月16日、STS-107 が発射された際、空気抵抗により、バイポッドランプ部分の断熱材が剥がれ落ち、機動線左側主翼前縁に時速数百マイルで衝突した。 これにより、カーボン、カーボン断熱材が破損し、大気検査突入の際に、高温のイオン化した空気が、翼の構造の中に入り込み、機体を空中分解させたと考えられている。事故後の調査報告書は、断熱材を製作した企業は、HCFC141 ビットではなく、旧来の CFC-11 を使用していたと指摘した。 断熱材剥落の問題は、その後も完全に解決されることはなかった。2005年、STS-114 の機体搭載カメラは、パルランプの断熱材の一部が剥がれ落ちるのを撮影した。この部分は、手動で何層にも塗られており、最も問題が発生しやすい箇所なのであるが、この時は、破片が機体と衝突することはなかった。 STS-114 の報告書は、ディスカバリー号のリターントゥフライト計画では、発砲断熱材に関しては、さらなる改良が求められることを示唆した。しかしながらこの時点では、すでに3つの飛行計画が進行中で、この程度の問題は、許容範囲内であるとされた。その後、STS-118 の飛行では、供給管の指示枠部分から剥がれ落ちた。 直径 10cm ほどの断熱材の破片が、後部接続部分をかすめ、主翼仮面を直撃して、耐熱タイルが2枚破損したが、幸いにも大きな事故にはならなかった。ET のハードウェアは、起動線との接続部、燃料、電力の供給線、電子機器及び自爆装置などからなり、総重量は4.1トンになる。各燃料タンクは、 上端に排気口と圧力解放弁を持っている。この二重構造のバルブは地上での発射準備作業の間は遠隔操作によって開くことができ、また飛行中に液水タンクの空気部分の圧力が38シグになるか、または液酸タンクの空気部分の圧力が25シグになった場合は自動的に解放される。液酸タンクは 上端部に爆発ボルトによって開かれるバルブを持っていて、軌道線から分離する際はこのバルブを開いて、タンク内の残留酸素ガスを噴射し、軌道線からスムーズに離れるための推進力を発生する。液体水素タンクのエコセンサーの配置図鑑タンクには、残量計測用のセンサーがそれぞれ4つずつ配置されている。液水のセンサーは、 タンクの底部に設置されているのに対し、液酸のセンサーは、機動船への供給管の末端部に設置されている。メインエンジンが稼働している間、機動船の汎用コンピューターは常にその時々の機体全体の重量を算定していて、それによって燃料の供給量を決定している。通常、スムは、機体が、所定の速度に達すれば、自動的に燃焼を終了するが、 いずれかのタンクの残量がゼロになったと検知した場合も即座に停止される。酸素タンクのセンサーをこの位置に設置したのは液酸のエンジンへの供給量を最大限にし、またエンジン停止のための時間を十分にとって空洞現象が発生するのを防止するためである。また液水は5 0 0ラムほど余分に搭載されており、酸素と水素の混合比は6。 1>, 1以上になることが要求されている。これにより燃焼が停止した瞬間のエンジン内部には水素が充満している状態になっている。もし酸素が充満していると危機器が侵食されて機体や搭乗員の生命を危機にさらすような事故が発生しかねないからである。残量センサーの誤作動によって発射が遅れたことはこれまでにもしばしばあり。 その中の代表例が STS-122 であった。2007年12月18日に行われた試験では原因はセンサーそのものではなく電線の接続部分にあったことが解明された。各タンク上部には空気部分の圧力を検知するための圧力センサーが4個設置されている。2006年12月。 発射を待つ STS-116 ディスカバリー号。軌道線の下には、電力や酸素、燃料を供給する、テールマストが見える。外部燃料タンクの上には、通気点外が、整備棟から伸びている。液酸タンクの中で発生した酸素ガスは、この多いを通じて機外に排出される。燃料や、電力の供給線は、タンク下部のプレートの上に整列して配置されており、 機動線のものとぴったり合致するようになっている。両者のプレートは爆発ボルトでしっかりと固定されていて、GPC からの指令を受けると瞬時に切り離される。ET と機動線をつなぐ供給管には5個のバルブがあり、そのうちの2個は酸素用で、残りの3個は水素用である。酸素用のうち1個は ET から済むに、 液酸を送るためのもので、もう一個は、スムレが透かした酸素の一部を送り返し、タンクを加圧するためのものである。同様に水素にも液体用とガス用の二個のバルブがあるが、残りの一個は、地上での発射準備作業の際に水素を冷却するためだけに使用される。ET には二本の電線があり、機動線が発生した電力を、 ET 本体及び SRB に供給し、また ET と SRB が発したデータを機動線に送信する。秒読み待機中には ET の頂上には整備等から伸びるアームに支えられたキャップが被せられる。タンク内で蒸発した酸素ガスが機動線の機体にこびりつくと深刻な被害をもたらす。可能性があるためガスはここから機外に排出される。 キャップは発射の2分前に取り外される。ET の前方接続部にはカメラがセットされていて、切り離された後も機動線の中継機に動画データを送り続けることができるようになっている。初期型の ET には緊急時に燃料を空中に飛散させるための自爆装置が設置されていた。自爆装置は電源、受信、複合機、 アンテナ及び爆薬などによって構成されている。1996年9月16日に発射された STS-79 以降、この装置は全く使用されることがなくなった。1998年12月4日の STS-88 で自爆装置は完全に取り除かれ、これによって s r b が切り離された後は上昇中に機体を 破壊する方法がなくなった。1984年には液体水素タンクの後部に機動船の貨物室の直径よりも大きな貨物搭載区画を設置する案も検討されたことがあったが実現されることはなかった。チャレンジャー号の事故が起こる以前アメリカ西海岸の軍事基地を使ってシャトルを極軌道に乗せる案が出されたことがあったが極軌道は発射の際に 地球の自転の遠心力を利用することができないため、傾斜角の低い軌道に比べて、貨物搭載量が少なくなるという問題があった。そのため、タイタンツーロケットの第一弾を利用して、水力を増強させる提案も出されたが、構造的に無理があって、どうしても液体水素タンクの底部を加熱させてしまうため、実現されることはなかった。サターン V、スペースシャトル、 アレスアイ、アレスフォ4及びアレス V の比較図2010年9月にスペースシャトルが退役することに伴い NASA はアポロ宇宙船を元に設計したオリオン宇宙船とシャトルから派生した有人ロケットアレスアイと重量運搬ロケットアレス V の開発を決定したダイレクト計画で提案されているスペースシャトルを土台にしたジュピターロケットの各種ジュピター二百三十二型 ロケット案。多くの部分が、サターンロケットや、スペースシャトルを土台にしていることがわかる。アレスア i とアレス v はどちらもシャトルの SRB を改良した5分割式の固体燃料補助ロケットを使用し、現行の ET は、アレス v の第1弾及び、アレスア i の第2弾ロケットの基本構造となる。ちなみに、 アレス I の第2弾の液水の搭載量は98000リットルだが、シャトルの ET は、その5倍以上の55万リットルである。アレス V の第1弾ロケットは、デルタ4ロケットにも使用された RS、RS-68 ロケットエンジンを5機搭載し、直径は、サターン5型ロケットの第1弾 SIC 及び、第2弾 S2 と同じ10メートルである。2つのタンクを、 タンク間構造体で分かつという基本構造は ET と同じだが、シャトルと違って液酸と液水はタンクに直接注入される。またシャトルで使われた地上での作業中に頂点にかぶせられる排気用のキャップは上段にロケットや宇宙船が配置されるために使われなくなる。アレスアイの第2弾ロケットには現行の ET で使用されている。 表面塗装の発泡断熱材のみが使われる。当初 NASA は ET や RSV の第1弾と同じように液酸、液水タンクをタンク間構造体で分ける構造にする予定だったが、2006年に重量及びコスト削減のための大幅な設計の見直しをし、サターン5型ロケットの S2 や、 s e 部,部で用いられた1枚の核壁で2つのタンクを仕切る方法を採択した。また、アレス v のような燃料の注入、排出、排気装置が一体型となっているものと違い、アレス i はサターン V やサターン IB で用いられたような従来型の注入、排出、排気装置を使用する。当初の計画では、アレス i の第2弾を呼び、 アレス V の主エンジンには使い捨て型のスムを使用する予定だったが研究開発費削減と2011年までにアレスとオリオン宇宙船を発射するという NASA 長官マイケル・グリフィンの公約を達成するためにアレス V には RS-68 がアレス I には J-2 ロケットエンジンを改良したものが使用されることが決定された RS-68 の採用により、アレス V は必要な燃料の量が増大したため直径が8.72メートルから10.06メートルに拡大され、また、アレス I は第2弾に済むよりも水力の劣る J-2X を採用したので、第1弾の固体燃料補助ロケットを5段式にして、水力を増強することになった。構造がシンプルでありながら、 すむに劣らない水力を発揮する RS-68 を採用したことで、経費のかかるアレスワ用スむの空中での点火試験も行わずに済むことになり、NASA はおよそ3500万ドルの開発費を削減することができたとされる。現在検討されているダイレクト計画では、シャトルを土台に設計したジュピターロケット案が提出されている。ジュピターは、 ET と全く同じ直径の胴体のもとに3機のスム、UM、を搭載し、シャトルの標準の SRB を補助ロケットに使用して飛行士を打ち上げる。同じ構想の中で第1弾にスム、UM、をもう1機追加し、上段に地球脱出弾を搭載した運搬用ロケットも計画されている。 この方式にすれば160億ドルの予算を削減し、シャトル退役後のアメリカの有人宇宙飛行の空白期間を現在の5年以上から2年以下にまで短縮できると言われている。ありがとうございます。